みなさん、こんにちは。チルチル。商業ビール総合サイト、チルチル記者のアンディ54世と、はい、白米です。よろしくお願いします。ちょっとさっき間違えて私終わりの高評価チャンネル登録お願いしますの場面を最初に出しちゃった。ごめんなさい、プレッシャーが強い。すいません。というわけで、ぜひ高評価チャンネル登録をいきなりお願いしたいんですけど、まあ、今回はですね、はい、まあ、皆さん楽しんでいただけたらぜひよろしくお願いいたしますということで始めてまいりたいと思います。お願いします。はい、なんか皆さんもお気づきかもしれないんですけど、ちょっと背景が可愛くなってまして、すごくないですか。やば、おしゃれな感じになりました。なんかピンクの、ね、チルチルみたいな、そうあれじゃなくて、今日はおしゃれな、てか会見みたいな感じだったから、ずっと確かに今日はおしゃれおしゃれな感じでやってまいりたいと思います。はい、はい、あ、皆さんこんにちは。チルチル、モコさんとベリーベリーさん、こんにちは。チルチルです。お客さん大好きなので嬉しいです。あ、はい、たくさん教えてほしいです。ぜひコメントでも教えていただければ、逆に教えてほしい、逆にこれもいいですよみたいなのも言っていただければ嬉しいです。はい、というわけでですね、まあ、お話にも出たように、今日の特集はこちらです。勝手に BLCD ランキング沖津和幸さん編でやってまいりたいと思います。あ、はるさんが背景がおしゃれになってる。こんにちは。そう、こんにちは。チルチルです。がっこさん、こんにちは。チルチルです。というわけで、今日は沖津和幸さんのBLCD 個人的ベスト3を決めてまいりましたので、やってまいりたいと思います。というわけでですね、本題に入る前にちょっと企画説明だけね、させていただきます。生粋、はい、の BL 好き兼声優好きである記者のアンリ54世と白米が勝手に BLCD をランキングしていく企画になっております。はい、というわけで、こちらは恒例のなんていうんですか、シリーズものみたいな感じになっておりまして、これまでも最初に森川さんとか平川さんとか、あと小西克幸さんとか、うん、もうちょっと若い年代だと斎藤相馬さんとか、あと松岡靖さんとか、そういう、ものもやってきまして、もし気になる方がいらっしゃったら、ぜひチャンネルのね、うん、ところでまた見ていただければなと思うんですけど、そういうのもやってまいりまして、はい、今日はついに満を持しての逆にね、ちょっと遅かった感じもね。そう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 、ね、やっとできたよみたいな感じではあるんですけれども、今回は沖津和幸さんのものをやってまいりたいと思います。はい、お、あ、沖津さんなんで速攻帰りました。ありがとうございます。どうもーさん、こんにちは。チルです。リーさんもこんにちは。チルです。はい、というわけでやってまいりたいと思います。あ、はるさんが私の自分のお気に入りランキング来ました。知りたい、知りたい、教えてほしい。そう、私たちも皆さんのランキングを知りたい。そう、で、てか沖津さんのまず BLCD、うん、選ぶときにめちゃめちゃ大変じゃなかったですか。本当に毎回なんか3つに絞るのは無理無理とか思って、沖津さんはもう攻めも受けも両方出てるから、そうなんですよ。なんか攻め3受け3でも難しいみたいな。そうなんです。なんか今お話にも出ましたけど、沖津さんってすごいたくさん BLCD 出られていて、これはチルチルのデータベース、チルチルのホームページで見れるものなんですけれども、声優さんの BLCD の出演本数が分かる表になっておりまして、沖津和幸さんはこの石田明さんと神谷浩さんの間だったり、やべ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 すごいところにいますけれども、202本ですね、出演作がございまして、 そのうち攻めが78って書いてあるんですけど、ちょっとこれ前のデータので今79作品になっておりまして、うん、受けが68作品ということで、まあでもバランスがすごくいいですね。まあ、平川さん、うん、平川大輔さん特集した時も、うん、すごくバランスが良かったんですけど、同じくらいバランスいいですね。いやすごい、これは確かにすごい。はい、というわけで、この200人っていうのの脇役も含まれてるのね、うん、ちょっと多くなってますけれども、うん、かなり脇役もねだから出てる感じにはなっておりますね、はい、でそんな中、沖津さんの初出演作何なのかっていう話なんですけれども、でんこちらダブルワインドが、はい、初作品となっておりまして、こちらはですね2011年に発売の CD でございます。相田咲先生原作のね、かなり結構重厚な作品になっておりまして、こちらは受けでお相手が森川さんって、うん、やべ来た来た来た、もうなんか全員森川さんって紹介してるような気もするんですけど、森川俊之さんが攻めで、うん、初受け作品となっておりまして、うん、ちなみに初攻めは召し上がれ愛をという作品になっております。で、その最新作ですね、お
になりますと、こちらですね、リバースです。出た麻生光明先生のね。いや、これはもう原作が本当にそうなんですよ、超名作。いや本当に超名作で、しかもこれはお相手は小野友樹さんで、受けの作品ですね、がこれ4月に出ております。そうですね、新作。はい、新作です。BL アワードでもね、すごい人気の、ね、原作が人気の作品で。実は私まだこれ聞けてないんですよ。そう、私も買ったんです。いや、これだって時間かかる、絶対。そうなんですよね。なんかながら聞きとか絶対できないから、もうなんかお布団の中で、私お布団の夜寝る前に聞く派なんですけど、めっちゃわかります。ちゃんと精神状態がいい時に、で次の日別に早起きじゃない日に、ゆっくり聞きたい。ゆっくりね、堪能したい。泣いてもいいように。いや絶対泣くと思います。そう。で2人のなんかもう演技派揃い踏みって感じですからね。だって絶対いいに決まってる。本当にそうなんですよ。で、ちなみになんですけど、ちょっと待ってね。もうね、先々に出演される CD がもう決まっていて、今後の予定ですね。そうそう、今後の予定が決まっていて、4月の30日、はい、あと少しだ、あと少しで、うん、ぬれとろ賛否大人のおもちゃモニターという作品が、はいはいはい、発売になりまして、こちら攻めですね、賛否のやつなんですけど、出まして、あとはそれが上下と出て、6月に運命のつがいがお前だなんてが増田俊樹さんが受けでね、この作品も出るように、ね、オメガバースの、はい、なんかケンカップルみたいな、そうですそうです、ですよね、おもちゃのこれがね、ヌレトロ 3P のやつ、ヌレトロ 3P って感じがする、はいはい、でちょっと攻めが堪能できる、これから先のラインナップになっているので、まあ、現役でバリバリシビル CD 出られている声優さんになっております。そうですね、吉本さんが新作の原作は漫画ですか、漫画どっちかな、リバースは漫画です。ただ漫画なんだけど小説みたいな読み応え、がね、まずめっちゃ分厚い。でもやっぱその漫画好きでも楽しめるし、小説好きでも楽しめるっていう作品になっているかなと思います。美人受けなのでね、ぜひお楽しみいただければなと思います。はい、こちらがですね、おきつさんの BLCD のこれまでの編成でございまして、はい、でここからね、私たちがベスト3を決めていこうといういよいよことになっております。というわけでね、今日はちょっとパパと、はい、さあいつもね、こうグダグダ魅力を喋っちゃうからいけないですよね。パパ喋りなさいよってね。はい、というわけで第3位から発表してまいりたいと思います、はい、いよいよ。ぜひ皆さんの第3位もね、はい、教えてください。はるさんが白米さんの髪の色が綺麗。あ、本当ですか。これは色が抜けてるんですよ。実はこれは色が抜けて、こうライトが当たってるんで、すごいライト当たってるから、なんかそう綺麗に見えるけど、これは色が抜けております。はい、というわけでじゃあ第3位から、はいはい、どうしますか。じゃあ今日はアンディさんからいきますか。そうですね、はい、じゃあ今日私から行かせていただきます。はい、じゃあ、アンディ54世さんの第3位、はい、じゃん、いつも王子様がです。こちらですね、はい、こちらは、月村圭先生原作で、はい、木下恵子先生がコミカライズし、で、した漫画の CD になっております、低音ドエスボイスね、はい、ドエス骨抜きです、骨抜きですっていう、ね、私結構おきつさんって結構受け派なんですね、うんうんうん、どっちかっていうと、うんうん、いや分かりみ、そうなんですよ、受け派なんですけども、この作品はあ、もう攻めですねっていう感じの作品で、攻めの中では一番好きかなっていう作品になってて、物語自体の完成度がすごい、原作がまあ小説家さんがね、やってるっていうこともあって、すごくいい話なんですけど、結構ギャグラブコメ要素がかなり強い作品なので、 CD にしてもテンポ感が良くて、すごく全体の完成度が高いなっていう作品だったので、こちら選びました。ちなみにお相手、こちら攻めで、お相手が阿部敦さんということなんですけど、間違いない受けだ、間違いない、私すごい阿部敦さんとおきつさんの組み合わせがすごい好きで、すごい相性いいんじゃないかなって思ってて、結構いろんなとこで共演されてますよね。そうなんですよ、そうすごい相性がいいなって思っていて、その中でもこうテンポ感が結構気持ちいい作品かなと思っていて、あらすじとしては、中学校時代に同じ学校に通っていて、受けが攻めにすごい憧れて、学園の王子様みたいな、攻めに憧れてて、で告白して告り逃げしちゃうんですよね、それが10年後に受けが漫画家、攻めがクリーニング屋になって、
その受けの家にクリーニング屋としてやってくるという攻めが、ね、うん、再開だ。そう、再開ものになっておりまして、で昔も王子様、キラキラ王子様だった攻めを、もう来る時もめっちゃ爽やかで、あのお客さんの声でね、うん、爽やかに来るんですけど、実は超ド S 意地悪王子だったという、うん、そこがね、やっぱおきつさんの爽やかボイスからちょっと意地悪なね感じ、なんか好きな子いじめちゃうみたいな感じの、あのボイスが聞けるっていうのがすごくもうキュンキュンできる CD です。本当に、まあ、でも確かに相手が安倍さんのボイスだったらいじめたくなる。そうしかも安倍さんの役も、あの少女漫画家で結構おどおどしてて、やっぱ中学校時代もカースト低めだったのかなって感じで、でそれがその先輩のおきつさんの役の子にもうちょっといろいろ意地悪されて、でなんかクリーニングなんですけど、なんかそのキャンペーンこういうのがありますみたいな、これもやりませんかみたいなこと言われて、でなんかこうなし崩し的にエッチなことさせられちゃってみたいな感じなのも、結構こうアビエルのこのギャグキュンキュンみたいなのこれだみたいなのがこう CD でより楽しめるようになっているので、すごくおすすめの作品になっております。コメントがいっぱい来てますね。そう、あ、龍なぎさん、はじめまして、こんにちは、ちです。 ありがとうございます。初コメ、おきつさん大好きです。おきつさんは受けでも攻めでも色っぽくてエロくて最高です。わかる。あと佐野助さん、こんにちは、ちるです。そうそう、眠り王子にキスをっていう、うん、あの月村圭先生の小説があるんですけど、うんうん、それのスピンオフ作品になっておりまして、うん、私どっちかっていうとこっち派、うんうんうん、スピンオフ派、結構こっちの方が好きかなっていう、うんうん、どっちも面白いんですけどねっていう感じがする作品なので、うん、ぜひ皆様、あのこう軽く何回でも聞ける、何回でもキュンキュンできる、そういう作品になっております。いい、素晴らしい。はい、というわけで私の第3位でございました。ボイスのおきつさんということですね。はい、じゃあ続いては白米さんですね。はい、私の第3位いきます。はい、ダンダン、はい、こちらです。デン、四代目大和達之。おお、いや、いいっすね、いいチョイス。ママこのワンコ欲しいとか書いちゃいましたけどあの、何歳の、はい、でこちらはですね、あのこれもおきつさん攻めなんですよ。あ、そうですね。で、はい、受けが佐藤拓也さん、いや最高、うん、なんですよ。もう最高。で、あのこれヤクザのお話で、まあ、主人公のこの達之くんがヤクザ、はい、で、攻めのおきつさんの方は、まあ、昔会ったことがあるっていう、なんかまあこれも再会系のお話で、で、幼稚園の先生っていう感じなんですよね。で、佐藤拓さんの方の受けはもうすごい男前でも釣り目みたいな感じの、あ、いい ね、本当にこの今出てるこの初演のこの金髪の方が佐藤拓さんなんですけれども、はいはいはい、まあ、もう強気で男前のかっこいい、まあ、受けみたいな感じで、で一方でおきつさんの方はもう超ワンコ、ただワンコはワンコなんだけどちょっとまあ執着入ってる系のワンコなんですよね。で、まあ、なんかとにかくこの達之くんのことが大好きで執着っていうかもうストーカーみたいな感じ、本当好き好きみたいな感じの、なんか結構おきつさんにしては声高めの攻めかなっていう。そうですね、確かに確かに、うん、さっきのアンリさんのご紹介は低音っていう風になってますけど、これはなんか、はい、あ、おきつさんこんな高い声出るんだなみたいな感じのあの本当にワンコはワンコでも結構キュルンキュルン系のワンコの攻めなんですよね。でもうまあ、受けのその達之くんはヤクザなんだけれども、まあ、ちょっとまあ失恋をしてしまって、はい、でちょっともうその恋に敗れたっていうのでちょっとまあふぬけ状態になってしまったとで、まあ、そういうふうなのを 見かねて、まあ、あの関東が中心のヤクザなんだけれども、こう福岡に飛ばされるんですよねでそこで、まあ、あの再会するのがこの、おきつさんのキャラっていうふうなことで、まあ、あの最初の出会いはなんかちょっとそのまあ、エッチから始まるっていう感じのね、はいはいはい、ストーリーなんですけれども、まあ、そこにちょっとヤクザのお話がこう入り混じってきて、でなんていうかその、まあ、ワンコっぽいあのおきつさんもすごく堪能できるし、でもいざっていう時はめちゃくちゃかっこいいっていう、まあ、この達之くんが途中でちょっとねあのいろいろあってこうあの新垣樽介さんの当て馬キャラが当て馬なのか、まあ、ちょっとそれスピンオフで
ジェラシーっていう作品が出てて、そっちでは主人公なんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっとその途中誘拐されて監禁みたいな、はい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 、でちょっとエッチなことされちゃうみたいな話とかもなんやかんやあるんですけれども、まあ、そういう風なところから、まあ、最後はちょっとかっこいいおきつさんの声が聞こえるっていう、いいですね、このギャップがすごく楽しめるのがこの作品なんですよね。だからなんかすごいワンコワンコ大好き大好きみたいなところから、いざってなると超かっこいいじゃんみたいな、わかる、いやずるいみたいな、おきつさんやっぱずるいよみたいな感じで、その二度おいしいっていうのがこの作品の魅力かなっていう。そうなんですよね。なのでなんか、まあ、さっきも言ったけど、おきつさんってなんか私も結構受けのイメージ強くて、はいはいはい、で結構かっこいい受け、男前受けみたいなのが、ね、クール受けとか美人受けとかそういうのが多いイメージなので、あ、ワンコっていうあんまりイメージなかったんですけれども、でもこれはすごくやっぱりおきつさん神だなっていう、何でもできるんだなっていうのが本当によく分かった作品なので、私はこれを選ばせていただきました。素晴らしい。皆さんもなんか、あ、みんなこの CD を聞いて、たとゆきみたいな人間になりたいなって思いました、うん、そうですね漫画しか知らないですって人とか、漫画も CD もありますって人とかいますけどね、ファンが多い作品ですよね。でもこれ、そうですね、うん、そうなんですよ。はるさんも私の第2位これです、うん、話も素敵ですよね、うん、そうなんですよ。 4321T さん、おきつさんと聞いて初コメめちゃくちゃ分かりすぎる、 ありがとうございます。そう、これ本当に原作も面白いし、その原作の面白さのまんま、まあ、CD もやっぱり里田くさんとおきつさんっていう、うん、なんかもう本当になんかこう読み込むのが上手な方々が演じてくださってるので、そう、でちょっとそのヤクザっぽいピリピリ感もありつつ、まあ、エッチなところはエッチで、恋愛もちゃんと描写してくれるっていうのがね、うんうんうん、すごくバランスはいいかなっていうふうに思いますね。そうですね、タルスケさんもね、すごいいい味ですよね。いいスパイスになってね、ねちっこい感じのね、あのロギさんの役がすごくいいんですけどねはい、ということで、ぜひこちらも皆さん、よければあのワンコ攻めのおきつさんを楽しんでいただければと思います、はいはい、珍しいです。はい、ありがとうございます。はい、白米さんの第3位でございました、はい、次は第2位ですね、はい、行かせていただきます。はい、第2位ですね、はい、アニさんの第2位です、はい、第2位は、はい、こちらです。ダダン、今なんか大地が見えてた気がする。お、皆さん見ないふりしてください第2位、チョコスタのメリーバニラです。イエーイ。というわけで、もうこれはここに書いた通り、新しい扉開きました、はい、低音なのにエロすぎるよっていうことであの本当に私の新しい扉を開いてくれた CD、うんうん、っていうのも、あの一つはそのお話自体が新しい扉を開いてくれたっていうのがあるし、もう一つはおきつさんが開いてくれたっていう2個あるんですけど、うんうん、まずお話の方からいくと、この話はあのトライアングルみたいな話なんですね、うん、そうですね。幼馴染の2人がいて、これも里田くさんと、うん、あと里田くさんと阿部さんだこれ、うん、竹内さん、竹内さんだ。そう、佐藤さんと竹内さんが攻めで、竹内さんが攻めってめっちゃ珍しいですよね。いや、そうなんですよ。そうで、攻めで幼なじみで、そこにこの竹内さんの役が大好きな沖津さんの役の子が入ってきて、まあ、3人でいろいろいたすっていう話なんですけど、いや、これめっちゃいい、本当に。そう、あの、私の中のこう3人っていうものの概念を崩して、うん、壊してくれた作品で、うんうんうん、私あんまり3人ってこう倫理的にちょっとあんまり好きじゃなかったんですよ。感情が入れられないというか、うん、すごい不誠実な感じがしちゃって入んなかったんですけど、この作品はなんか3人っていうことへの意味付けというか、うんうんうん、がすごくあのちゃんとされていて、うん、あの最終的な結末もマジかみたいな、うん、そういう感じで解決するのかこれ、うん、かみたいなあの終わり方をするので、うん、なんか既定概念を壊されたような、うん、確かにあのそう3人ものだったと思いますね、うんうん、で確かに、その、まあ、かわいい攻めっていうのもそうなんですけど、竹内さんの、うん、このおきつさんの役も結構柄悪めというか、うん、ヤンキーっぽい感じのやんちゃな感じの、うん、受けなんですよ、うん、でその子があの竹内さんの役の子を自分は抱くぞと思いきや抱かれてしまうという展開になるので、もともともだからがっつり攻めボイスで入ってくるんですよ、うん、おきつさんは。それが受けちゃうっていうところが、そのまんまね、そう、そのまま受けちゃうっていうところが、もうこの作品のとっても素晴らしいところで、うん、おきつさんの演技力も光ってますし、うん、めちゃくちゃエロいんですよ。
あれですよね、あの竹内さんとのキャラとエッチしてる時と里田さんとエッチしてる時が全然違って、それがまた燃えるんですよね。そうなんですよ。だから竹内さんのことがもともと好きで、うん、この幼馴染のところに入ってきたから、その自分の気持ち的頭的には竹内さんの方と、うん、あのエッチして幸せみたいな感じなんですけど、うんうん、なんか体の方は、うん、あの里田さんの方のキャラにこう行っちゃってるみたいなところが、心と体の乖離みたいな、ね、そうそう、かもうそれの演技がすごいですよね。いや、すごい。なんかどっちもなんかすごいエッチな感じで可愛いんだけど、うん、2人ともの違うというところが、うんうん、あのすごい演技力、この難しい作品を演じられるのはもうケツさんしかいないやろっていう。確かに。確かに。でそのやっぱりその竹内さんと里田さんもすごくいい演技をされていて、うん、なんかこの幼馴染結構変わってるというか、うん、なんか運命共同体みたいな感じの、ちょっと共依存みたいなところ入ってますよね。恋愛じゃないんだけど共依存みたいな感じで、うん、絶対離れられないみたいなところにケツさんの役が入ってくるっていう、うん、ちょっと変わった設定なので、うん、でもそこをこっちにも納得させてくれるっていうところが、うん、ちゃんとその CD の構成としても、そうそうそう、竹内さんのキャラの視点からも描いてくれるし、里田さんの視点からも描くから、なんか平等にみんなのことを理解できるんですよね。さすがです、佐久間さんも。これだけでも、いや、そう、本当はこれも言えたくて、そう、でも私が撮っちゃった、できるだけ兄さんと被んないように事前に打ち合わせしてはぁみたいな、入ってるみたいな。そう、なんか、だからその、だから沖津さん目線から見たら、うん、なんであの里田の役が入ってくんだ、うん、みたいな感じになるけど、うん、で里田さんから見たら、うん、なんでその俺入んなきゃダメみたいな、でもなんかちょっと可愛いぞ、おじさんの役みたいなのが出てきて、で一番謎の竹内さんの役のやつがこう入ってくると、うん、ああみたいな、そういうことかみたいななってくるのがすごく面白い作品ですね。CD としてもすごく完成度が高い作品になっております。あ、クーさん、来た、珍しい 3P の CD ですよね、佐野助さん、うん、小松さんもチョコストロベリーバニラ大好きです、うん、私も新しい扉開きました、うん、フリートークで里田さんに3人で楽しかった、3人でしたの楽しかったよね的なこと聞かれていたお客さんが楽しくて、ね、そう、なんか大変なんですよ多分ね。いや、結構これ本当に本格的な3人のあれなので、体力、おきつさんは本当に大変だったと思いますよ。 それぞれとやるシーンがあるから、その倍やらないといけない、倍やらされるというね、なんか同時に相手しなきゃいけないところが結構多いから、超大変そうですよ、ね、本当におきつさんのキャラ的にはすごい大変だと思います。里田さんの受けは可愛い、あ、さっき言ったんですかね、3人のバランスの妙がすごい素敵に描かれた作品です、話ですよね、うん、私の3位です、うん、3位でやっぱり人気なんだ。はい、というわけで、はい、ストロベリー、はい、チョコストロベリーバニラでございました、はい、いや、また聞きたいな、はい、もう聞き直したい、はい、結構なんかね重めだけど気軽に聞ける作品かなと思います、うん、そうですね、うん、はい、はい、じゃあ熊井さんの第2位は何でしょうか、はいはい、じゃーん、へい、恋が落ちたら素晴らしい、はい、スパダに愛されまくるという新鮮さっていうことですね。はい、これはなんかあの、まあ、比較的新しめというかあの結構話題になった、原作が話題になった作品なの で、ね、はい、CD もすごい楽しみにしたんですけど、これは、いわゆるもうイケオジ攻めみたいな、そうですね、でちょっとまあ生活能力がないイケオジで、でも本当にあの部屋は汚いし家事はできないけど、でもすごくあの紳士な役をあの堀内健優さんってい う、はい、もう最強のおじ様が出てきたみたいな、もうこれキャスト見た瞬間はーみたいな、健優さんだとか思ってすっごいなんか嬉しかったんですけど、で受けはちょっと繊細な役なんですけど、それをキッズさんがやっているんですね、でゲイでちょっとお人よしなんですけれども、でまあそのなんとかこれすごかったのは、やっぱおキッズさんってさっきも言ったけど、ちょっとあのオラオラ系が多かったりとか、ツンツン系が多かったりとか、ね、男前っていうのがなんか攻めでも受けでも多かったり、はい、まああとたまにワンコ出てきたりしますけどなんかすごい珍しいのが、なんかすごく年上に愛されるキャラっていうのは珍しいなって私思ったんですよ。確かに確かにそう、なんか受けは本当に半々くらいで攻め受けやられてますけど、なんかどっちかっていうと年下攻めのキャラ
がすごく多いかなっていう印象が個人的にあって、で私がなんかヘビロテしてるのもなんかそういえばなんか同い年かなんか年下攻めで沖津さんは年上受けみたいなのが多いなっていう印象があってここまで年上のなんかキャラというか攻めにすごく大事に愛されるキャラってあんまりないんじゃないかなっていうちょっと聞き逃してたらすいませんなんだけれどもっていう印象がすごくあって、なのでまあこれはあのなんかちょっとまあ振られてしまって喧嘩恋人とまあ元彼と喧嘩してるところをその近くのマンションのまあ上の階からそのこの菱本さんっていうねあの攻めのスパガリがねあのスパおじがこうまあそれを見てて、でまあ、それでちょっと心配になってっていうところからちょっと始まっていくみたいなので、まあ、パンツをねこうやって落として洗濯物を落とすところから始まるっていう、まあ、そういう風な始まり方で、まあ、その生活感のないそのおじさまのところに、まあ、ちょっとこうお世話しに行くみたいな感じの、まあ、ちょっと世話焼き芸みたいな役なんですよね。で、まあ、すごくなんか傷つきやすいキャラを演じていてでなんかやっぱりその恋しちゃいけないんだみたいな好きにならないでおこうみたいな感じにこうストッパーをかけるんだけどやっぱり気持ちがやっぱりどんどんこう膨らんでいくみたいな、でそれをなんかそういう風に別に好きになってもいいんだみたいな感じでものすごい包容力で健優さんが包み込んでくれるから、それをやっぱりそれに対してももうどうしていいか分かんないっていうその動揺してる感じがめちゃくちゃ愛おしいっていう、だからなんか個人的にはこれ沖津さんのやっぱすごいところだなって、本当に今までのその結構男前でかっこいいイメージから、うんうん、あこんなになんか愛されるためにこう生まれてきたキャラを演じるのもうまいんだなっていうふうに思って、そうなんですよ、なんかさっきもあの3位の時に言ってましたけど、うん、すごいギャップが演じるのがすごい上手いタイプの声優さんじゃないですか、うん、私の今まで紹介したね、うん、チョコストロベリーバニラも、うん、いつか王子様とかも割とギャップを表現していくような役柄で、うん、あのそういう面で定評がある声優さんだと思うんですけど、うん、やっぱ恋が落ちたらは割とギャップというよりは結構素直にストレートにあの受けな役、うんうん、だからなんかそこもできるんだっていうのがすごいあの新鮮さがありましたよね。確かになんかそうそうそう、さっきのさっきから普段はこうなんだけど実はこうっていう、そうそうそうそれがなんか沖津さんのすごいところかなって思ってた、なんかその自分のその概念が覆されたというか、本当ドストレートに受けみたいな、わかる、うん、めっちゃわかります。そういうとこがやっぱ、うん、なんか新しい魅力、うん、そうなんですよ、新しい一面だなっていう感じ。でなんかこれ CD だと結構レビューとかはやっぱケンユさんのスパオジっぷりにめっちゃかっこいいですよね、あのなんていうか評価というかそっちにみんなこう持ってかれて、はいはい、あかっこいいみたいな、はい、抱かれたいみたいな感じになってるレビューが結構多いんですけど、そこももちろんすごいけど、私は逆に沖津さんの今までいなかったタイプだなっていうのがすごく斬新っていうか、個人的にはなんかグッときて、あなんかただ愛されるだけの沖津さんもいいんだなってすごく私はなんかちょっとじんわり感動してしまったというか、確かに、うん、皆さんもすごい、うん、これ好きです、堀内さんもいいですよね、うん、スパダリ最高、ケンさん原作のお気持ちぴったり、沖津さんの受け可愛かった、うん、ずっと見守りたいカップル1位です、幸せになれ、うん、聞いたことない聞きたい聞きたいで春さんがぜひ聞いてください。あと月森さんこんにちるちるです、こんにちるちるです、そうこれはそのなんだろう、なんかそんなにドエロってわけではない、そうですね結構爽やかな、でもそうでもなんかそのすごくなんか素直になんか気持ちよくなってるお客さんが逆に可愛いっていうか、新鮮ですよね、なんか抵抗してねえ、抵抗してねえ嫌がってねえみたいないつも嫌がってるみたいな、そうそれがなくて本当になんか素直に気持ちよくて泣きじゃくっちゃうみたいなのが可愛い、可愛いとか思って、なんか本当短いエッチシーン自体はそんなに長くないんだけれども、なんか逆になんかそれがグッとくるというか、確かに、うん、っていう感じのすごくねこれは印象深い作品になっております。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもまだの方いたら、はい、はい、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、というわけでこちら白米さんの第2位でございました。1位はどうなるんだ。はい、皆さん1位はね分かってるかな、みんな分かってる人もいるのかな、はい、というわけで、はい、私から第1位いかせていただきたいと思います。はい、第1位、はい、こちら、じゃん。だって魔王様は彼が嫌い。
チョロすぎエロすぎ魔王じゃなくて天使ですっていう、うん、確かにもうね私は本当にこの作品大好きで、うん、あの森川さん攻めおきつさん受けという作品になっておりまして間違いない、ね、もう間違いないんですけど、うん、もうとにかくエロかわいいおきつさんが、うん、でこの設定としてはこの魔王様というのがまああのポイントでして、なんか現代なんですけど、うん、なんかこう魔王っていうのと、うん、あれ何でしたっけ森川さんの方は、なんか神子だから神なんか勇者かそうみたいな、勇者の末裔と魔王の末裔みたいな、だからそのなんか2人は戦わなきゃいけないみたいな、うん、家のなんか教えみたいな感じで戦わなきゃいけないんだけど、うん、この2人がこう出会ってで、んですけど、この魔王役の興津さんの役の方は全然その魔王やりたくないんですよ、うん、もう魔王とか何みたいな、うん、ですごいなんかみんなを従わせてしまう能力っていうのがあって、うん、なんかすぐ気づかれるとなんかヤクザみたいな、うん、悪者とかが自分を担ぎ上げて家まで運んでくれるみたいな、そういうちょっと変な能力があってもううんざりしてるんですよね。でそんな時にあの勇者だっていう風に名乗っている神子さん、うん、森川さん演じるその攻めが魔王を征服しますって言って現れて、うんうん、でしかもそれがどうやって征服するかっていうと、まあ、ちょっとエッチなことをして俺が征服してやるよっていう話になってるんですけど、もうねだから魔王めっちゃ嫌がるんですよね、うん、もう俺は関係ないみたいな、うん、魔王とか嫌だしみたいな、うん、勝手にやってくれみたいな感じなんですけど、もう なぜかその神子の方の勇者の方は嫌みたいな感じで家に居座ってきて一緒にこう生活するようになるんですけど、うん、ジャケットもね嫌がってますしね、そうそうそうめっちゃ嫌がってるでしょでも可愛いじゃないですか、うん、この時点でもう超ちょろそうなのも確かにし、なんか攻めめっちゃ森川さんだなって感じする、この森川さんが本当にかっこよくて、であの結構キャラクター的にその勇者って呼ばれてる方がなんかちょっと腹黒い感じするんですよ、うん、であのどっちかというと魔王の方がピュアピュアというか、だから本当は逆かな、うん、みたいな感じの2人がこうあの掛け合っていく、うん、テンポ感もこれもすごいいい作品なんですけど、うん、もうあのね本当にあの口の中になんか印みたいなのがあって、ね、それを舐められるとなんかもう弱点だからもうすぐトロトロになっちゃうみたいな感じの、本当にチョロくてめちゃめちゃ可愛いんですよでなんかちょもう勇者のこと好きになりかけてるのに、うん、もうそういうのは認めないし、なんか恋愛初心者だから、自分でも気づいてないですよね可愛いしかもちょっと酔うとあのなんていうんですか、積極的になっちゃう癖があって、あの自分から絶対またがりに行かないくせにまたがりに行って、俺がお前を今日は征服してやるみたいな感じで、いい俺が勝者だみたいな感じで、かわいいやっちゃうところとかを、それでもそれその姿を見て森川さん役の神子がもうなんかしょうがねえなみたいな感じでこう包み込んでくれてる感がすごくあって。でもうめちゃめちゃ素晴らしいキャスティングの CD になっているなと思いまして、もうこちら今3とかまで出てるのかな、うん、多分全部いいです。そのまあ原作があの山田二丁目先生で、うん、山田二丁目先生のねあの本当にエロくてちょっとツンツン、うん、ツンデレウブウケみたいな作品がすごい多い先生なので、おきつさんとの相性が抜群に、うん、だからこれは今までこうちょっとあの今までのおきつさんと違うよねみたいな役とか CD とかあったと思うんですけど、うん、これはもうおきつさんのもう一番得意なやつをもう全力でやりましたみたいな CD なので、もうぜひあの入門にもおすすめだし、これでもおきつさんのもう魅力にはまりまくれるという一作品になっておりますので、ぜひぜひ皆さん、まだ聞いたことない人も絶対聞いた方がいいと思います、うん、これは本当になんかあんまりヘビーな内容じゃないから、ないですね、楽しい内容、もう楽しくコミカルにもう可愛くて笑って、はい、もうね、もう可愛いエロい最高、そうハッピーな気持ちになって終わるっていう、そうすごい。でもなんかなんていうんですか、軽すぎないというか、ちゃんとなんかストーリー性もあって、うん、そこら辺も楽しめる作品になっております。うんうん、あ、いっぱいコメントが来てますね。イエーイ、I love this too、月森さん。クーさんもめっちゃ拍手。うめうめ、勇者。あ、そうですね。ありがとうございます、ご指摘。クーさんめっちゃ好き。これ最高。ツンデレのおけさん最高。わかる。ベリーベリーさん、森川さんとおけさんは外れなんてないですよね。本当にそうです、まあそ。初作品がこのコンビだったっていうのもなんか納得ですよね。
わかる、キャスツンデレオケツの最高峰キャスティングの神です皆さん。わかります、わかります。あとイエヤミルさんかな、うん、はいってこんにちは、こんにちるちるです。月森さん、 This is highlights the importance of エロエロがインポータントということですね、うん、あ、ショコラさんはまだ聞いてなかった。いやもうぜひぜひ聞いてください。本当にツンデレ受け好きだったらもうこれは最高峰ですね、本当にね。ベリーベリーさん、あ、口づけは嘘の味ね。いやこれもいいんだ、名作です。これもいいんだ、これもいいんだ。いい、2人が演じていて楽しんでるのが伝わってきますよね。そう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 。そう、タレさんも出てますね。そうだ。そう、結構あの脇結構豪華ですね。そうですね、うん、ということで、まあ、これは本当に私はもうこれだけは第1位と決めて、うん、あとの2、3位を本当に悩みに悩んで決めたっていう感じなくらい、もうこの作品は私の中ではもう不動の1位。不動の1位、本当に。不動の1位。最高の CD なんで、ぜひ皆様聴いてください。はい、これもぜひおすすめです。はい、というわけで私の第1位でございました。はい、続いて、じゃあ白米さん、はい、お願いいたします。はい、もうここまで来たらね、1位は、はい、1位なんでしょうね、皆さん。すごい悩んだんですよ、私ね、これ。はい、せーの、はい、第1位こちらです。じゃん。じゃん。はい、オールドファッションカップケーキ。いやー、もう最高。はい、これね、先ほどネタバレしちゃいますけどね、これ書くときに勢い余りすぎてね、はい、オールドファッションカップケースとかっていう、なんかもうあまりにも興奮しすぎて、なんか突然無機質なもので間違えてしまったみたいな。はい、こちらはですね、去年出た作品ですね、はい、もう出たてほやほやとかね、うん、ほやほやなんですけれども、今まで出た作品の中では一番確かに、うん、そうですね。これね、原作の方は今年の BL アワードでね、はい、1位を取られたということでね、はい、アワードで第1位になりました、はい、すごくね、人気の作品になるんですけれども、はい、こちらはですね、おきつさんがよそじ、はい、もうすぐ40っていう39歳のすごい癒し系愛され上司みたいなを演じている作品で、で、攻めは年下の部下で、浅上洋平さん、ね、はい、がこれ多分初主演の作品なんですよ。実はそうですね、浅上さんいいですよね。いやこれ本当にいい、ね、こんないい攻めおるんだと思って、はい、もっと出てくれやってすごい今私はすごく注目している声優さんなんですけれども、はいはいはい、で、そんなお二人の、まあ、リーマンラブストーリーですね、はい、でこれはなんか本当に今までのお話とはちょっと違って、なんかそのエロとかを楽しむ作品ではないかなって、まあ、実際原作自体がエッチとかよりもその2人の距離感とか心理描写はすごく重視している、ね、なんかもうこれは本当にもう原作も読み応えありますけど CD になってよりその世界観が完成に近づいたと私はすごく思いましたね。でこれはなんかそのもう愛され上司のね、野添さんっていうね、はい、受けのそのおきつさんのキャラが結構ホワホワしてみんなからね、はいはいはい、かわいいかわいいっていう風に、そうそう、部下からもね、そう言われているね、野添さんなんですけれども、まあ、その、まあ、野添さん と、この攻めが戸川くんが、はい、アンチエイジングというのを称して、はい、2人でですね、まあ、女の子ごっこをすると、要するに簡単に言うと、パフェを食べに行くとかパンケーキを食べるとか写真を撮るとかなんか流行り物スポットに行くとか、そういうちょっとキャピキャピ感をなんか楽しもうっていうことをちょっと2人で始めるっていう、まあ、ちょっと変わった関係から始まるんですよね。で、まあ、上司と部下からこう始まっていくんですけれども、まあ、とにかくね、こんなほわほわのおきつさん聞いたことないって思ったんですよ、私本当。さっき の、 恋が落ちたらもう結構可愛い系の ね、おきつさんだし、あとそれから最初 の、 大山と達之もキルンキルン系っていうことなんですけど、そんなのばっかりだな、なんですけれども、はい、これはまた違ってなんかふわーっとした、うんうんうん、あ、こんな癒しオーラが出るんだみたいな。確かにちょっとなんかおけずさんってキンみたいな役多いというか、キンツンみたいな、ね、役多いですね。そう、役が多いんですけど、これはもう本当にマイナスイオンしか出てないみたいなっていう、そのふわふわおじさんの喋り方もちょっとゆったり系なんですよで、なんかそのなんか愛されてる感満載のその野添さんがこの部下の戸川からちょっとなんかその意味深な感じのね、迫られ方というか、上司と部下の関係超えてるんじゃないかみたいな風ななんか言動とかをされて、いやでもみたいな
いやおじさんだしみたいなっていう、なんかそのちょっとした動揺とか も、はい、もういちいち全部が可愛いみたいな、本当になんか途中ハグとかされて、はい、えーみたいなことを言うところも、はい、こっちがえーみたいなこっちがえーだよ、おきつさん可愛いよみたいな風になっちゃうし、あとなんかあの手料理をね、あの振る舞うシーンとかがあるんですけれども、はい、そこもちょっとしたセリフが本当に可愛い、なんかご飯ですよとか、なんかね、料理のお前邪魔だよとか言ったりとかなんか召し上がれ系とか、なんかそういうのを聞いて、あーめっちゃ癒されるみたいな、もう癒し、もう本当に癒される CD、 最近聞いた中で一番癒される CD だなっていう、はい、いやこれはまさに新境地で、もうなんか全て聞き終わった後に語彙力を失って、もうなんか愛という言葉しか出てこないみたいな、はい、もうなんかあもうこれはもうなんか神とかじゃない、これは愛なんだみたいなっていう、なんかそんな気持ちになってしまうっていうね。なるほどね、これも愛なんだ、V6 かな。そう、あそうそう、なんかコメントあるんですけど、えへへが最高に可愛いっていう、いやわかる、あで原作もそのへへとかふふふみたいな、ちょっとしたそのなんか笑みがこぼれる系のセリフとかが可愛いな、のぜいさんって思ったけど、おきつさんみたいな、めっちゃ可愛いやんけなんか自然体の演技がすごくスッと入ってきて、うん、そうなんですよね。でなんかお相手のあざがみさんもすごくあの新人さんですけど、うん、なんかこう攻め、うん、攻めな感じで、うん、すごく最近の声優さんなかなかあの、うん、攻めみたいな人あんまりいないので、うん、すごく私も聞いてて新鮮でしたね、うん、そうですね、これはそうお相手のそうあざがみさんとのなんか相性もすごくいいなっていう風に思って、なんかこれはこれでまたなんか新しい扉開いたなって、おきつさんどこまで引き出しあるんだろうって、本当にもう体中に引き出しあるんだろうなってすごく頭の先から足の先まで全部引き出しだなっていう確かに確かに、しかもあれですね、これなんかあの月森さんがあの I heard manga has volume 2って書いてあるんですけど2巻というかそうが出る、続きが出るんですよね、そうなんですよ、漫画の方が、そうなんですよ、だからもしかしたら CD も続きをやってくれるんじゃないかなみたいな、いや本当に感じで、であのちなみにオールドファッションカップケーキのこのサガンサガン先生が原作なんですけど、明日多分サガンサガン先生特集があの生配信はやるので、ぜひあのそちらの方もぜひ見ていただきたい、はい、見ていただければなと思いますね。皆様ほわほわ可愛いけどちゃんとよそじの声なのよね、うん、そう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 、これじわじわきます、 BL のジャンルじゃなくてもいいと思いました、こういう普通な人を普通に素敵に演じられるおきつさんってやっぱりすごいです、うん、ね、ゆるふわそのパンケーキ屋さんで2人の会話を隣で聞いていたいですね。これさ本当に私漫画読んでる時思ったんですけども、 CD で聞くとさらに、うん、あ聞きたいみたいな、私がここにいたいみたいな感じがして、この会社で私は働きたい、本当に働きたい、眺めたい、働きたい、本当に眺めたい、他部署でいいから働きたい、はい、皆さん本当にたくさんコメントありがとうございます、うん、あそうそう、下ネタやめようよって恥ずかしがりながら言うとこ、本当にあれは確かに本当に可愛いいやこれはね、私はね結構新しめの作品だからここで入れるのちょっと悩んだんですけど、はいはいはい、でもちょっとこれやっぱ外せないなっていう、いやいやそうですね、うん、思いました。あと皆さんもなんか、うん、皆様のなんていうんですか推し CD とかも、うん、あいっぱい来てますね、吐息は優しく支配するが、うん、最ゆるふわですかね、あ確かにそうかもしれない、と龍なぎさん、とろける口、あとろける唇いいですよね、古川さんだ、めっちゃいいあれ、うん、さよならゲームチェンザーワールド、かしこまりました、かしこまりましたデスティニー、私はすごく入れたかったんです、うん、いや私も歌詞で入れようかちょっと悩みました、あのチェンザーワールドもね、うん、いいですよね、いやそう本当に順番なんてね尽きれないんですよこの企画ね、そうなんですよ、だからぜひもうこのチャンネルとかねコメント欄とかで、うん、ぜひ自分の CD とか言っていただいても、うんうん、どんどん布教してほしいっていうそうこれもあるぞこれもあるぞっていうのね、いやそう毎回言ってますけど、この第何位っていうのはこれはなんか便宜上つけてるだけであって、そう概念だから、そう一応つけてるだけであって本当に意味はない、こんなの意味はない、すべて素晴らしい、そうすべて素晴らしいんですけど、まあ、特に私のこう思い出に残ったのとか、うん思い出があるのものとか、そうですね、うん、こういろいろあるので、なんかすごいなと思ったやつとかね、はい、春さんも歌詞ですね、はい、
やっこさん嘘みたいな話ですが、もう最高でした。いやもうあれもね、変態のねおきつさんのやつですよね。そう、本当いろんな役ができるという、うん、あの素晴らしい、もう、ね、BL 今の BLCD 界では本当に欠かせない声優さんだし、うん、私あの何ていうんですか、あのサムネとかにも書いたんですけど、うん、本当に中毒性がある声で、うん、だから一回聞いちゃうと定期的におきつさんを摂取しないと、うん、ちょっと無理無理みたいな、禁断症状出るみたいな感じの、あの声質の方なので、うん、すごくいいですよね。あ、ジェンが好きです。はい、声はして涙見えぬ濡れのりが好きです。孤独な高は人恋しくて、いやー名作しかないな、本当に。でもなんかサチウス系多いですね、やっぱなんか、うんうん、サチウス美人系多いですね、うん、確かに。はい、というわけでこんな感じでおきつさんのランキングやってまいりましたが、はいはい、皆様いかがだったでしょうか。皆さんのおすすめもいっぱい聞けて、はい、ぜひ良かったですね。そうそう、聞いたことのやつがあれば私もちょっと買って聞いてみようかな、うんうん、もっかはとりあえずあのリバースを聞くというのが、リバースをまず聞きたい。確かにそれはそう。というのがまあね、もっかの目標というところで、そうですね、はい、やっていきたいと思いますので、うん、ぜひあの、うん、皆様の推し作品はコメント欄の方でも、はい、あの残しておいていただけるとね、はい、嬉しいです。そうですね、はい、はい、というわけで今回もね45分になってしまいましたので、はい、はいはいはい、この辺でおいとましたいと思いますけれども、はい、次回は次回はゴールデンウィークなんですよ。でしかも緊急事態宣言が出てるので、私たちこうちょっとね出勤するわけにはいかず、うん、あの今日この後ちょっと収録したものを来週同じ時間に、はい、あの投稿しようかなと、はい、ちょっと今その予定通りになるかわかんないんですけど、やろうと思っていまして、はいはい、来週はちょっとねこれまでとちょっと雰囲気が違く、はい、1月から3月まで出たコミ BL コミックスの中で一番というかベスト3を決めようという企画になっておりまして、はいはい、私たちのベスト3を、はい、あの発表していくものになっております。そうですね、四半期、はい、四半期3月までの、そう、冬クールっていうんですか、ね、アニメだと ね、はい、ね冬クールのベスト3を決めていきたいと思います、はい、コミックス、はい、ックスのということで、まあ、はい、来週もね楽しみにしていただければなと思います。はい、お願いします。はい、というわけでですね、最後恒例の挨拶で締めたいと思います。はいはい、いや今日も楽しかったな。はい、はい、はい、ぴゃっこさん、あと2時間くらいやりませんか。受けるですよね。はい、というわけで最後の挨拶で締めたいと思います。はい、せーの、バイチル、また来週、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。